では続きましてどんどん行きましょう。次、はい、もう一つこんなコーナーをやります。もんもんキュンキュン告白対決。やらされる、やらされるよ。ブーイングブーイング来たよこれ、はい、はい、こちらはですねチーム戦に、あ、そうなの、なっております。はい、この短いステージでチーム戦をやるという、はい、はい、まずはですねこれ楠木鈴代チームと岩見島袋チームに分かれまして、あれ、とっておきの胸キュン告白を寸劇風に披露してもらいます。おで、告白される役は愛という名前を持つファイルーズ愛さんが担当し、助かった愛、助かった、こうなりますね、追いやられた、はい、でファイちゃんがそれを担当しまして、はいはいはい、そのチャレンジキュンキュン成功したかもんもん失敗したかをジャッジしていただきます。高みの見物ね。メリアさんだよ本当に、はい、ということでね、じゃあまずはともりと、わしともり対、はい、まなちゃんで、え、負けじゃん、もう行こうと思います。もうダメだよ、いや、ダメだ、諦めたら、いやいや、もうダメだよ、そんなことないよ。まさかの敵からフォローされてるから、ね、すげえ優しい、これチーム戦なんで、はい、なるほどね、はいはいはい、ということでね、でちなみにファイちゃんは毎回告白されるキャラクターを変更していただきます、うん、高みの見物だけじゃないんですよ。難しい、あるじゃん、一番難しいかもしれない、わかっ、でも私のリード次第でみんなも変えなきゃいけないから、そういうことだよね。まあ、だから どっちからこう喋り出すかによるよね。ああ、はい、わかりました。まあ、どんなシチュエーションなのかとか皆さんもね、なんとなく予想しつつでやってみてください。はい、でも一回告白が終わったらキュンキュンしたかモンモンしたかをジャッジしていただきますっていう感じになっております。はい、ではご準備よろしいでしょうか。はい、はい、これはじゃあ一人ずつやるのかな。そうだね、じゃあともりとまなちゃんどっちからやろうか。どっちからやろうね。じゃあファイちゃんに説明してもらったら。でもやっぱりやっぱ主人公だし座長だからちょっと見せてほしいっていうのはある。なんでだよ。やっぱね、分かった、見本ということで、ね、閣下だからね、切り込み隊長ですね、うん、はい、okay、じゃあいい、ともり準備は、うん、え、これもうど私から行く、はい、私から行く、はい、じゃあ指定入るじゃん。あ、もうここから始まってますね、はい、じゃあ、監督風に行きます。はい、あれカットでいいんだっけ。カット、最後カットだよ。うん、最初アクション、アクションだ。終わっちゃった。終わらせに。では、はい、行きますよ。3、2、アクション。ともりくん、今日もお勉強お疲れ様。あいお姉ちゃん、今日勉強教えてくれてありがとう。え、あ、でもともりくんがいつもお勉強頑張ってくれるから私教えがいあるんだ。本当、うん、また来てくれる。もちろんよ、頑張ってるともりくん大好き。あ、嬉しいな。この間ね、友達から教えてもらったんだけど、うん、すごく大事な人には一緒にいてほしいなって伝えた方がいいんだって。だから僕勉強頑張るから、あいお姉ちゃんまた僕ん家に勉強教えに来てくれるかな。お勉強でよければ喜んで、でももう一個先のお勉強してみな。やばいやばい、止めて止めて止めて。あった、あった、あった。やばい、ちょっとちょっと、やばい匂いが、ちょっとちょっと、本当に喋れなくなってた。近づいてすごいよ。私立ち位置間違えたと思ったもん。ずっと真ん中にいて。はい、ということで、はい、こちらショタというね、はい、まさかのそういう感じで来たかと。いや、これは超えられないよ、はい、こんな判定が来たら。こちらすごいよ。いかがでしたでしょうか、判定。キュンキュンかモンモン、キュンキュンかモンモンをまず言ってください。キュンキュンです。やった、やった、やり、いや、かわいい。なんか10年後もう一回言ってほしいし、声変わりしたともりがまた来てくれると思ったら、ちょっとすごいキュンキュンとしちゃった。やったー、想像をかきたてられる。はい、やりました。ありがとうございます。じゃあお次、いや怖いよ、続きまして、ほんと仲良くしようね。うん、おい、いけ、同じ事務所ですしね。はい、はい、
じゃあ準備はよろしいでしょうか。はい、まなちゃん行きたいと思います。はい、はい、3、2、アクション。ご飯美味しかったね。美味しかったね、パイオくん。美味しかったね。楽しかった。また誘っていい？あのね、その前に、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、 お会計ね、5000円か、5000円だから1人2500でしょ。 じゃあ俺3000円払うから、え、まなかちゃん2000円でいいよ。500円でめっちゃどやる。2000円でいいよ。こんな人嫌だ。いいよいいよいいよ、女の子に払わせらんねって。ちょっと待って、マジ2000円でいいから。あ、分かった、じゃあもうこれ手切れ金ということで。はい、ありがとうございます。え、あのさ、さっきなんか言おうとしてたじゃん。うん、大丈夫。なんかね、ちょっと用事思い出しちゃったんだけど。いや、でもさ、でもなんか俺、すげえ、あの、なんかまなかちゃんと今日話して、なんかめっちゃ感じ合うし、なんかめっちゃいいなと思ってんだけど。あ、本当？え、なんかワンちゃん俺と付き合うみたいなのってあったりする？ごめんなさい。たったなんか趣旨変わったぞ。あれ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 、変わったぞ。なんかちょっとファイルーズさん。冷めちゃいました。冷めちゃった。すごいリアル。確かにね、5000円で、そう、2500、ね、2500って言うのも嫌だし、500円でドヤ顔されるのもっと嫌だ。やだ。なんかでもちょっと懐かしい感じがしたかも。そうだね。よくやってるもんね、これ。よくやってたから。はい、これはもうなんか判定っていうかって感じですけど、まあ、逆にそのね、うんうん、まなちゃんの。あ、そうですね、冷めちゃった、でも追いたい男心とかもあんのかもしれない。そうですね、なんかその、はい、これはキュンキュンです。キュンキュン告白しないけど、なんかやっぱそのリアルだった、すごくなんかその聞き方がね、最初の好きだ今いいよっていう感じと、はいはいはい、あ、もうやっぱいいですって感じがすごいリアルで。なるほどね。心情の変化が評価点につながった。ちゃんと評価されるんだね、これね。ちゃんと評価してる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、どっちの両チームともキュンキュンということで、うん、はい、どうなるのか。やばい。では、ね、もうここで終わりたいんですけど、みゆりちゃん、終わってもいいんじゃないかなって思うんですけど、どうやらやらないといけないらしい。でも私、あゆみから見たい。あ、おこちら高校。いやー、ちょっと待って、なんか思ってた感じにしてくださいよ。ありがとうね。本当にだよ。あ、本当にだよ。いやー、頑張れさゆみ、本当にいけいけさゆみ、頑張れ。てくれます。あ、じゃあ、はい、じゃあコマリ様にアクション言ってもらっていいですか。オッケー、じゃあ行くぞ、よーい、アクション。お待たせ。あ、何話して待ってないよ。本当かわいいね。どうしたの、なんか今日用事あるって聞いたんだけど。大丈夫？なんか妄想してる？違う。あ、でももう妄想の中ではちょっとうんちゃった。ごめん。お。あ、ごめん。え、あの。今キモ。いやいやいや、言ってない言ってない言ってない、全然。あのなんかさ、俺ちょっと今日この間バイトあってさ。バイトあるの？うん。バイトあるの？うん。私よりも大事な用事があるの？いや、あの、いや、なんか。ないよね。ないです、うん、ないよね、ないです。え、今日この後一緒にパンケーキ食べに行こうって言って、ええ、その後ファイちゃん家に行っていいって付き合ってたっけ。え、付き合ってないの。終わり終わり終わり、怖い、危ない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 、付き合ってるよね、すぐだよね、止まらない、もう止まって止まって止まって、怖はい、怖やっぱりね、今日怖い、はい、怖いです。やっぱこういう愛の形って様々なんで。でも、やっぱり。そうだね。でも判定していい？はい。キュンキュン。おいおい、優しいな。優しいな。あのね、ファイちゃん誰でもいいの？違う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 。ほらほら、またどっか行っちゃうよ。ファイちゃん、うん、ヤンデレ大好きなの。おいおいおい、ちゃんと刺さってたわ。ちょっとすごい来たわ。今のは本当にヤンデレがすごい評価点につながったし、はい、このさりげないボディタッチと、あのもうバイトからバイトの話から自分のターンに引きずり込んでたのがさすがだなと思って。ありがとうございます。評価でした。ありがとうございます。ありがとうございます。怖かったです。極めていこうと思います。はい、はい、ビルみたいだった。そうビルをね。ちょっと下ろしてみましたけれども、うん、ではさすがでございます。ラストかな。お疲れ様でした。うちのビジョン終わってないのよ。本日ありがとう。まだ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 ラストがあるから、はい、じゃあ最後はまーなちゃんのチームの、はい、みゆりちゃん、サム、はい、では行きますよ。3、2、来た、アクション。あ、来た、
いやー今日楽しかったね。ちょっと楽しかったね。なんかさ飲み会さあれ、うん、みんないるからさ、うん、あんまり二人で話せなかった。そうだね、うん、でもなんかうち俺ら結構目あったよね、うん、結構ね、あの言いたいことがあってね。何大丈夫かな。すっげー私好きです。あーすマジで、うん、わ付き合える感じ。付き合える感じ。えめっちゃ好き。ちょ今日この後時間ある、うん、え時間めっちゃある。えちょっとさ、えちょっと待ってください。休憩してください。休憩してください。休憩してください。危ない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 。ねえ押されたかと。ちょっと休憩していくだけなんですけど。休憩って何の休憩だよ。おい目がハートだよ。何の休憩だよ。いやすごい可愛い、はい、いやこれはもう間違いなくキュンキュンです。おいおい、はい、いやなんかその、ね、圧がすごくて本当に好きなんだなっていうの伝わってくるし、裏返っちゃっててその必死な感じもすごい良かったし休憩してくれるって言うし。あそんなに言うね。最後よ。やめなさいよ。なんだぞすっげーって言ってたね。めちゃくちゃ良かったです。いやちょっとねときめきました、うん、いろんな、まあ、愛の形があって、うん、いろんな相手役をやっていただいたわけですけども、はい、みんなキュンキュンということで、うみんな優勝。このモンモンなんて一つもなかった。あ優しいですね、うん、じゃあここで終わらずに、あら、まあ、このままだとやっぱチーム戦でね同点のままで終われないので、うん、ではパイルーズ愛さん、本当に優勝者だと思うキュンキュンの中でもベストオブキュンキュンだった人に愛の告白を短めに一言お願いいたします。誰か選ばれるね。ベストオブキュンキュン。誰か選ばれるんだ。キュンキュン誰だろう。誰だろう。誰だろう。決めた。お迷いなく。では決まったということで。3、2、1、アクション。世界一名誉なセリフを言わせてほしいんだ。僕と付き合ってくれる？やったー！最高だよ。待って待って、だから今日パンツスタイルだったの？違う違う、全然そんなんじゃないよ。めちゃくちゃかっこよかったよ。ありがとう。え、もう一番キュンキュンした。どうでした？愛の告白をされましたけれども、ふときさん何も考えられない。あ、帰る。笑うもん。はい、いやもうほんとさ、やめて本当に急に言うの。変なとこ汗かいちゃったもん。あのそういうコーナーなんです、はい、もう あの人が指示したの。そう、あの人が指示しました。あら、さゆみを責めないだ。あの人が言った。はい、顔覚えましたよ。ペコペコしてる。まあね、ということで、まあ、いろんな場面見ていただきましたけど、皆さんいかがでしたか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ということで、勝ったのは楠の木すずしろチームでした。おめでとう。はい、以上、モンモンキュンキュン告白対決でした。ありがとうございます。ありがとうございました。